こんばんは。こんばんは。もう完全にお風呂上がりの寝る前の状態ですが、なんか話したくなったので、ショールームを始めました。そう、ちょっと声を抑えめですが、決してテンション低いとかではないので、勘違いなさらずでお願いします。てかテンション低い時なんてないです、ショールーム中に。まずそもそもテンション低かったらショールームしないです。というかあんまりテンション低いこととかはないですね、基本。はい、そう、普通に考えて夜なので元気ですが、こちらの外出たがってるからちょっと。やばい、マジ携帯倒したら終わる。お外行きたいの？はい、どうぞ。はい、どうぞ。突然の配信心配になる、本当？マロンが部屋出してくれって。あれ、今度は来た。皆さんぜひツイッターに、ツイッターで拡散してください。拡散するほどの配信じゃないかもしれないけど、まあツイッターでタイムラインを埋めてくれたら嬉しいです。みんなは、そっか、明日日曜日だもんね。まだですもんね。そう、 HKT さんに会ったわけではないんですよ。なんかツイッターのタイムラインに HKT さんが流れてきて、AKB のレッスン場にいるって思って。そう、明日幕張、HKT さんが明日幕張でライブするので、多分それで AKB のレッスン場にいたんですね。私も今日レッスン場にいたかったな。あ、AKB カフェ行ってきた。いいなぁ。行きたい、AKB カフェ。あれ飲みたい。ココア？ココアだよね、ズッキーノ。ココア。飲みたいな。HKT さんね、話したいメンバー。話したいメンバーって方はまだ話したことない方？話したことない方だと、誰だろう？新しく入ってきた、多分同い年のね、もがみななかちゃん、やっぱ読み方とか名前違ったらごめんなさい。めっちゃね、美人な、そう、多分同い年なんですよ、多分ね。あ、もがみちゃんって読み方で合ってるのかな。めっちゃ美人、かわいい、美人な子大好きです。ね、皆さん本当に私テンション低いとかじゃないです。本当にただただ夜なので声を抑えてるだけです。
めぐさんの写真集めっちゃ楽しみ。てか昨日収録一緒だったのに、なんだっけ、写真集の話できなくて本当にごめんなさい写真集おめでとうございますって、あ、言ったっけ。いや言ってないな、多分言ってない。普通にめっちゃ喋ったのに一切そのこと触れてなくてごめんなさい。そう、すっかり言うの忘れちゃってた。ねねさんも写真集出しますよね。ちとねねさん、明日は仮研究生合格6周年だね。あ、そうなんだ、そうなんだって確かに自分のね誕生日の前だった。すごい、ファンの方ってそういうの覚えてくださってるのめっちゃ優しいですよね。あ、全部宮崎で撮影してるの。え、じゃあ私見てたら多分知ってるページとかありそうありそうかもしれない。劇場のエビちゃんの川柳いいね。あ、見てくれましたか。そう、ファンの方と AKB がずっと好きっていうのを書きました。イジュミンの誕生日か、そっか、おめでとうしよう LINE。 あ、そう、4期生さんと撮りました。誕生日のゆみちゃんの配信は幸せすぎる、最高、23歳幕開け、うん、あおいちゃんお誕生日おめでとう。もう終わっちゃうけど、あと30分ぐらいで終わっちゃうけど、おめでとう。いつも応援してくれてありがとう。こんばんは、こんばんは。この寝る前の配信もいいですね。幸せな気持ちになって寝る感じ。え、ミンセンターの毎日見てるよ、ありがとう。私もねめっちゃ見ちゃう、コンサートの映像てか楽しかったから、すっごくコンサート、私ただ単純にね AKB のファンなんですよね。めっちゃさ、そう、見ちゃう。 TikTok コメントくれたの投稿してから早すぎてびっくりしちゃった、ありがとう。そうなんだ。なんかさ TikTok 全然開かない、最近開かないんだけど、でもそう久しぶりに TikTok 見てたら私が流れてきて嬉しかった、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。エミ好きすぎる、嬉しい、ありがとう。私も好きです、みんなのこと。ね、そう TikTok ね開くのすっかり忘れちゃうの。なんかちょっと前まではもうさ高校生かってぐらい TikTok めっちゃ開いてたんですけど、なんかあんま開かなくなりました。そう、暇あれば TikTok みたいな感じだったけど、全然そんなこともなくなっちゃった最近。でもまたしっかり、いや、もういつも言ってるよね TikTok ちゃんとやるっていう愛美の右肩に頭固定ってしてもいいおいで、わかる。最近私もあんまり開かなくなった。え、ほんと？なんかさ、なんだっけ、半年前、1年前、半年前くらいにもう TikTok の時代になるねみたいな話をしてた時に、誰かな、誰、ナーミンかなかが、いやもう絶対そういうのもうすぐ終わるよみたいななんか言ってたんですけど、きっと流行りってもう過ぎるの早いからみたいな言ってたんですけど、でも確かに自分も TikTok 見なくなったなと思って。そう、見出すとねめっちゃ見ちゃうの。
だってなんかこうスクロール1個でもうどんどん次々に動画が出てくるから、あやみちゃんの生写真って購入した方がいいかなぜひ、ま、そう今日まだねあのメールに書いてないんですけど、今日からかなあのリップグロスの生写真出たのでぜひ。なんでそんなに透明感あるんですか。あすごいビギナー、まだ初心者マークついてる、嬉しい。全然ですよ、配信越しなのできっと配信越しだからだと思います。直接見たら全然です。笑顔でいいと思うよ。なんかさやっぱ元気出ますよね、コンサートの映像見てると。やっぱり AKB に入っても変わらず自分を元気づけてくれるのは AKB なんだなって思いました。本当にねすごいなって、しそんな中に入れるなんてめちゃね幸せなことだなって思いました。エミと直接会ったらテンション上がって歌いましたリップグロス歌ってくれる、ニコニコエミです。直接見てファンになりました、嬉しい、ありがとう。クッキング選抜おめでとう、ありがとう、みんなのおかげで。クッキング選抜大好きな場所にいられるのは素敵だね。うん、なんかさこの前質問コーナーしててさ、ちらほら18期が気になってるみたいな、でもやっぱさ入ったら入ったでなんか傷つくこととかもやっぱたくさんありますかとか、なんか一緒に入った子がにどんどん置いてかれちゃいそうで怖いですみたいなのとかあって、まあでもなんかどうやって返したらいいか分かんなくてさ、結局返せずにいたけど、でもなんかね難しいですよね、難しい。なんかそういうコメントくれる子が何歳かも分からないからさ、なんかなんて返すのが正解なんだろうって私。でもね、なんか傷つくこととかももちろんあるけど、あるけど、でもそれって結局はなんかプラスなことを100人言ってくれる人がいたとしたら、ん？プラスなこと100人の人が1人1つで100コメント来て、同じように悲しいコメントが例えば100個あったとしても、なんかきっとその100個のコメントって100人の人じゃないじゃないですか。なんていうのかな、なんかわかります。なんか結局それって誰が書いてるかもさわからないところに結局傷つくコメントってあるじゃないですか、大体。それって多分100個同じように100個あっても嬉しいコメントはきっと100人の人が書いてくれて100個のコメントになってるけど、きっとそういうのって例えば10人の人が10個ずつ書いて100個になってるってこともあると思うし、なんかそういうコメントが目に入ることが増えれば増えるほど、あなんか自分って前になんかどんどんたくさんの人に知ってもらえることなんだなって思ったりもいずれできるようになるみたいなこととかも、なんか返そうかなって思ってこうやって打ってたけど結局消してみたいなのを繰り返してました。とはさやっぱまだ自分はあとなんかその一緒に入った子に置いてかれちゃうのが怖くてとかいうのもね、なんかまだ自分はそんな選抜とか経験したことあるわけじゃないから、なんかうまいそっち目線とかでも書けないなとかも思って返せなくて、そう難しかったけどね。そうけどね、もうね入ったからにはね、そうしょうがないんですよ。傷つくコメントとか
を目にするのはもうしょうがない。もう嫌だけどね。なんかそういうのがさ、本当のことじゃなかった、本当のことだったらさ、まあさ、例えばさ、自分がさダンスを覚えてこなくてさ、ステージ上でさ全く踊れてなくてさ、それでさ、例えば全然踊れてなかったとかさ、間違いまくってたってさ書かれるのはさ、もう全然さ、あ、もうそれは自分しょうがないなと思うけどさ、なんか間違ってることとかそうじゃないことを書かれることの方が多いから、そうだからね、なんかそういうのとか難しかったし、でもなんかそういうこともあるっていうのを分かってて、やっぱそういう18期気になってるっていう人にさ、ね、なんか傷つくこともあるけど、でも一緒に頑張りたいっていう、ね、気持ちをうまく伝えるのって難しいなと思いました。やっぱその子の人生だからさ、簡単なこと言えないじゃないですか。でも流されるまで、そしてネットで広まると信じちゃう人も、うん、一個の情報が出たらもうずっとそれが残るからね。でもやっぱコンサートとかすると、あー AKB 入って、うわーなんかすごい AKB 入ってよかったなーって思うことが多いですね。私みんなからのコメントとか見てると、なんか自分がセンターに立って喜んでくれる人がこんなにいるんだとか、うん、思ったりとか、そういうことも、あゆみお久しぶりです、お久しぶりです、ありがとう。ゆずかちゃん体調良くないけど心配です、昨日会ったばっかりだけど大丈夫かな。どんな仕事も最後はやっぱり好きな気持ちが打ち勝たせてくれる気がする。いや本当にそう、好きな気持ちって大事、本当にそう。好きじゃなかったらさ、そんなアイドルなんて多分続けられないと思う。好きな気持ちね、大事ですよ。でもさ、そんなん気にしなくてもいいって言ってもやっぱ気にしちゃうもん、ね、最初の方とか気にしちゃうよね。あ、ランキングお願いします。ランキングは、12時まで配信するので57分ぐらいになったらランキングしようかな。ありがとう、教えてくれて時間。アイドルから本当に元気もらえてるから、アイドル最高だし、あゆみんちゃんアイドルになってくれてありがとうね、嬉しい、ありがとう。なんかさ、トムさんが卒業発表したじゃないですか。自分が卒業発表するときこんなに丁寧な言葉で冷静に喋れるかなってめっちゃ思いました。すごくなかったですか、トムさん。しかも最後はさ、なんか晴れ模様にできるようにみたいな言っててさ、うわーすごいトムさんって思っちゃった。頭の中で今日やらないって引用されたから、やらないと思ってたら嬉しいね。ごめんね、本当にごめんね、本当にごめんね、やらないって言ったのに、なんか話したくなっちゃってなんかさ、最近夜が長いじゃないですか、冬になってから。冬？秋？そう、夜がな、もうさ6時くらいに真っ暗でさ、もう夜が長く感じちゃうからさ、あ、まだ夜？みたいなね。冬の、夏が好きなとこってさ、ん？夏の好きなとこってさ、それ明るい時間が長い。そう、夜長くない？めっちゃ最近。だから、あ、ショールームできると思って、なんか少しでもね、私の配信で寝る前に楽しんでくれる人がいればいいなと思ってただ話してるだけだけど。え、みんなステージ映えするよ、本当に。嬉しい、ありがとうございます。なんかコンサート終わってさ、そのコメントとかでさ、この子選抜じゃないの？みたいな、
コメント見たりしてすごいなんか嬉しい気持ちになりました。しかもわかんないけど多分普通に私のファンの方じゃなかったりとかする方がそうやって言ってくださったりしてありがたいなって思いました。ザラに黒の可愛いワンピースあった、絶対あやみちゃん似合うと思った。見たい見たい見たい。まともさん綺麗になってますね。うん、やっほー。ポケドコ明日ですよね。ポケドコ合ってるかな。そう話したくなっちゃってねえ、夜長いよね。私以外にもあやみちゃんにオタ活を救われた人っていると思うよ。本当ですか。あやみちゃんはじめ若いメンバーの AKB 愛がこれからの AKB 法定の原動力。 AKB 愛強いです。うちのワンちゃん散歩行くと誰かに会うたびに転がってお腹見せるから全然進まないの。めっちゃわかる。なんかさ、今日もマロンが大きな交差点、大きな横断歩道とかだと結構抱っこして渡ることが多いんだけど、ちっちゃな横断歩道とか本当に短い横断歩道だと普通にこう歩くのね、そのまんまで。今日ワンちゃんとすれ違ってもう横断歩道のど真ん中でこうやって行って、でマロン自分から行くんだけどめっちゃ低姿勢でこうやってね行くの。それでお腹見せようとしたから、いや横断歩道の真ん中ではやめてと思って抱っこして渡りました。すぐみなさん57分になったら教えてください。ゆきりんさんが数少ない枠に選んだのってすごくない？めっちゃ嬉しかったです。本当にありがたいですね。だってさ、選抜でもなければさ、同じチームでもないんですよ。なのにさ、嬉しすぎます。本当に恵美ちゃんのコメント初めて見て好きになった。嬉しい。また見てね。今日はちょっと静かめに配信してるけど、もう夜なので。明日は前田ちゃんに会ってくるよ。うん、いってらっしゃい。最近はもこさんと連絡取ったりしてる？この前展示会に行かせていただいて、その時に喋りました。コロナで先が見えない時の悩みは僕にとって希望の光でした。嬉しい、ありがとう。今ウサギと一緒に配信見てるよ。かわいい。ウサギ。あ、57分になったみたいなのでランキング読みます。13位デデバンゲリオン3、ありがとうございます。12位アルマサトリア3、ありがとうございます。11位ゆうすけさん、ありがとうございます。10位なぎさちゃん、ありがとうございます。9位高野守護神さん、ありがとうございます。8位アルニストさん、ありがとうございます。7位パタパタたかひろさん、ありがとうございます。6位ゆういちろうさん、ありがとうございます。5位ペンギンヒップさん、ありがとうございます。4位カナリアさん、ありがとうございます。3位よしこちゃん、ありがとうございます。2位ブン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 、ありがとうございます。1位さときちちゃん、ありがとうございます。ね、お休み前に話せて楽しかったです。いいね、なんかハマりそう、このお休み前の配信ハマっちゃいそうです。ゆっくり寝てね、ありがとう。自動で切れるまでやりますね。そろそろかな。でも夢にあやみんが出ますように。じゃあもう祈って寝てください明日も配信すると思う。明日はメイクしてると思うので
多分明日は配信する、え、わかんない、ちょっとわかんないけど多分ね多分明後日から4連休の私に一言、頑張れ、応援してるよ、おやすみ、おやすみ、久しぶりに配信見れて嬉しかった、ありがとう、ありがとう。明日ね、するとしたら夜です、まだわかんない、エミン神奈川21歳ですまだ21歳、え、メイクしてないよ今は、どすっぴんですおやすみなさい、おやすみなさい、バイバーイ。おやすみ、ラブです、ありがとうね、みんな急遽でしたが話せて楽しかったです、夜遅くなのにありがとうございます、また明日、ウィンク、バイバーイ、いい夢見てください。